よし。もうね、髪の毛やっちゃう。私の髪の毛ができるまで待っていてください。ちょっと待っててね。意外と間に合わなかった。すごいお赤飯をね、今日食べてて、ママが作ってくれたお赤飯を食べてて、そう、そしたらあっという間に時間が経っちゃって、めっちゃ元気だよ。ちょっと待っててね、すぐに終わらせます。女の子って本当に時間かかっちゃうんだよね。困ったな、鼻水すごい出る。ちょっとやばい。鼻水がちょっと出ちゃう。実家に帰ったの？ママがこの間お家に来てくれて、その時にお赤飯を作って持ってきてくれてたんだよね。そうなんです。今は髪の毛を編み込みしています。今日は夜ライブなので、もう朝のうちに髪の毛を完成させちゃおう選手権です。よいしょ。まあ状況千葉だよ。 千葉でした。よいしょ。そんなに遠くないんですよ、実家は。髪整えてから初衣装。本当だ。てかしばらく衣装着てなかったよね。朝からヘアスタイル崩れないだって。崩れないんだ。いつもさ、朝から夜まで髪型やってるからね。夜お仕事って言っても、昼もお仕事だけどね。そうだからやらなきゃいけない髪の毛。どうもコマさん、ありがとうございます。ちょっとだけ髪の毛をやっちゃいますね。私は巻き髪とかできないんで、ストレートだからそんなに崩れることはないかな。よいしょ。お昼もお仕事か。テレビではトーク展開が今日ありますよ。皆さんよかったら遊びに来てください。よいしょ。あたたたた、あやって言われたくないのにめっちゃ書いてる。確かに。自分でさ、ちょっといじり始めてるよ、ね、ちょっと。あ、ちょっと髪の毛ベロで。よいしょ。ウェビーにした、あやちゃん。確かに、ウェビー、最近、ね、売ってないね。この短い髪の毛にしたら、あれだね、ウェビーはどんな感じになるか。次の配信時間間違ってる。あ、嘘、私ツイート間違えてる。ごめんね、ミスったかもしれない。本当だ。
11時50分から12時30分。ツイートしますね。皆さんありがとう。よし、昨日の夜中に配信の時間を決めていたので結構いっぱいってなったかもしれない。よいしょ。さあ、髪型がもうすぐ完成いたします。鼻水が止まらないね。あー、すごい寝癖だ。そう、スプラゴ、最近ずっとじゃない鼻。そうなの、なんか変な花粉が飛んでいるみたいですね。今しっかり耳鼻科にも通っておりますが、ちょっと追いつかないところもあります。ちょっと皆さんもお鼻水の方には気をつけてくださいね。私やっぱお鼻水が出てるとね、お仕事を鼻リコーダーするんで結構大変。そう、アミちゃんもね、今日昨日めちゃくしゃみしてて、わかるよって思いながら見てました。よいしょ。OK。もうちょっとです。みんなに会えるまであとちょっとです。まずね、おー、今日は橋場の鼻水がひどいため鼻リコーダーありません。そういうことはね、なんか一回もないから、ちょっとこれからもね頑張ろう。結構きついんだよ、鼻水出てるときに鼻リコーダーするのって。そうそう、豚草じゃない。そんなにうち豚草花粉やばくないはずなんだけど、今年はめちゃめちゃ鼻水が出ておりますね。そんなにひどくないと思っていました。自分はやばやばくんだね。よいしょ。ほほ、さあ寝癖も治ってまいりました。もうちょっとでメイクに取り掛かれますね。季節の変わり目、あ、本当だね。季節の変わり目は感じますよね。本当に昨日楽しかったからポカリ、クエリーズよく飲むのどっちだって。え、私めわー、まあクエリアスの方がやっぱり私は見かけるけど、好きなのは全然ポカリセットです。ポカリセットのイオン水が一番美味しいべ。私はだけど言うからみんな。 OK、 飲みやすくていいよね。別れの秋だって。別れの秋だね。そうなだねって言ったけど、そうな。へえ、ちょっと寂しい、切ない季節なのかな。
もうちょっとだ。あ、頑張れ自分。もう出してもいいか全部。イエイ。ちょっと今前髪を整えております。前髪が完成したらメイクを取りかかれるので早く完成させたい所存でございます。おお、火事だよ。火事の前髪はこうやってでいきます。もう家にいるときはもう部屋着しか着ないよ本当に。もう家出る直前に着替えて家出るタイプです、私は。よいしょ。硬すぎかな前髪。どうしよう。もっとふわっとでいいかも。じゃあいいや、戻そう。はい、これでいいや。スプレーしますね。23歳と思えない髪型だよね私っていつも思うけど。若い髪の毛。そう、帽子かぶるからこの髪の毛じゃダメなのに。そう、動いちゃうからさ帽子が。いや、じゃあ残りのメイクをしていきたいと思います。はい、じゃあどうしようかな。じゃあアイシャドウかな。しっかりしていきましょう。雨強くなってきててみんな気をつけてね。あ、ちょっとアイラインから。アイライン、よし、ペンシル、アイライナー、まーす。そんなに濃くなりたくないので、じゃあちょっとやります。パッ、そしてはい、こんな感じですかね。そしたら目尻を引いていくぞ。はい、目尻引きまして、どうも、カジですよ。マスカラするので左目で気持ちいい、まつげを上げたくって。アイシャドウもうちょい入れるか、ちょっとだけ先に入れてたんだけど。ああ、いいじゃない、これくらい入れとこう。じゃあカールキープマスカラ。え、待って、めっちゃ熱いんだけど。まさかの、ちょっと送風だけしとこう。
ガールキープ。ちょっと左目のマスカラがあまりまつげの寝癖みたいなあんまり綺麗になってない真ん中に固まっちゃってるね、まつげが。分散してください、マスカラ、まつげの皆さん分散してください。まあまあまあ、いやでもちょっと思ってた、思い描いてるのと違う。あ、右目はいい感じです。うん、ちょっと左目は後でホットビューラーでなんとか直したいなとは思いますが、ガチマスカラはもう本当にライブ前のみにしたいと思っています。チークオレンジです。軽く抱き入れておこうかな。のせマスクねしちゃうので落ちるだろうし、ぐらい大きいニキビができちゃっててさ、すごい困ってます。オーマイガーなんですよ。ノースシャドウ軽く入れます。でシェーディングを入れます。撮影前、あと昨日の夜ぐらいからニキビができちゃったんで、そうギリギリセーフかな昨日は。ほほほほほほ、シェーディングを入れまして、ハイライト入れます。めっちゃ先端とこれですね、ラメッチ。ちょっと扉つけるか。顎の下もオッケー。ちょっと目の下に別のハイライトをちょっと入れますね。あ、ラメなしハイライト目の下に入れておきます。ちょっと最近クマ的な感じなのでちょっと気になるので、では目の下涙袋を作るぞ。下地したらちょっとオレンジを目尻に、目尻したらラメを飲み
リール。したら影。影。あれ？さっき私どこにやった？さっき使ってた。あら。影。影。影。したら最後に目の下ですね。あんまり入れるとボケちゃうけど、目の下に軽く入れます。はい、こんな感じかな。私のメイクはこんな感じ。ちょっとあっち左目だけマスカラがどっか行っちゃうんで、よし、少々少々少々これホットビューラーです。どうかな。あ、いいんじゃない。ちょっと寝癖が治りました、まつげちゃんの。お、ランクアップしたかも。あ、ありがとうございます。皆さんのおかげで、これでこれでひっちゃく帰るかも。よし、ありがとう。あ、いつもの柏になりましたね。しっかりメイクをしてしっかりメイクをした柏になりました。ありがとうございます。やったね。50分間の配信大丈夫だって。なんでやばいかな。可愛いいただきました、ありがとうございます。はい、よくありがとうございます。木の目くん、ありがとうございます。言ってもらってる、ありがとう。縦笛の、ああ、私です。バブラルズ、過去にぎの勝島屋です。どうも。ありがとう。おはよう。次の配信は
ういうこと？12時半からポーヨーじゃなかったっけ？そうだね。まだまだテレビでも特典会を募集中ということでお待ちしています。どうしたらいいのかな。会ってはいるか。結局流そうかな。誰もありがとうございます。早めに終わる、終わらないよ。30分ぴったりまでやります。大丈夫、そのままこういうやるだけだから大丈夫だと思う。ほうちゃんあと2枠あって、あばい、みんな急がないとじゃない。ね、カジママ、あ、髪の毛抜いた。カジママまだあります。結構あります。結構あるので。そうそうそう。月曜販売されてないのって。あー、そっか、明日か。明日のフォーユーもまだまだか。そうですね、ちょっといろ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 いっぱいあるんですけどよろしくお願いいたしますね。もうこっからはもうギャンギャンですから、ギャンギャン。ギャンギャン毎日ライブみたいな感じなんで、ちょっと川島も頑張らないといけない。アレクタン、アレクタンがくれている。そして今日も無音かな。あー、ちょっと書こう。せっかくなら、急いで書いたけど変になっちゃった。あっち、急いで急いで書いた、こうなった。
メガネメガネメガネさんハートいただきましてありがとうございます。お父さんありがとう。テロップ、こんな感じ。ブルースカイブルース初披露、え、この曲の初披露いつだったっけ、全然思い出せない。いつから、いや、恵比寿リキッドルームだった気がする、場所恵比寿リキッドルームだよね多分ね。テテちゃん花いただきました、花ありがとうございます、嬉しい。アットジャムフィールで合ってるか、じゃあ恵比寿リキッドで合ってるかな。アットジャムワールド早め配信誰が出るのかなって楽しみにしていてね。アルバムの時じゃない、そうアルバムの曲なんだよねこの曲が。そうアップガニキ1枚だけアルバムを出したことがあるんですけどそれの曲です。ありがとうございます、こちらこそタタちゃんたち立ち寄ってみました、どうも感じですで決まりました。さあ誰が出るのかお楽しみにということで、アルバム第2弾出るのかな、出せるように頑張ろう本当に。アルバムね夢だよね本当に、あのアルバムライブ来る人には聞いてほしいよって。ああそうね本当に、あのアルバムは嬉しかったな、本当に嬉しかった。お首しちゃった、ごめんなさい、お首が止まりません、よし、 ありがとうみんな。雨やばいだって、芝まだ降ってないや。なんかオリジナルアルバム作れるようになりたい、もう1からアルバム、もちろんシングル曲入れるとしても、うん、でもうちらさ A 面シングルめっちゃ A 面だから、みんな雨気をつけてね、その中で家事育るの、そうなんですよ本当にありがとうございます。台風怖いね、台風来て体調来てませんか、全然めっちゃ元気、私は鼻水出るぐらい何も別にやれかそんなでもね、雨降ってるってやばい、来い来い来い、気をつけて、おっとだるまありがとうございます。待って大雨警報だって、ま、そうだよね、私ごめんテレビ見れてないよね、やばいやばい、昨日 NHK のなんか夜中の番組見た、うわー思い出せない、へーとか思って見てたんだけど、おいくつですか、23です、ちゃ下スカートって、でズボンですズボン
気をつけてね。ということでお時間ということで、1位はアレックさんです。ありがとうございます。次の配信が11時50分かなということで、もう割とすぐ始まるんですけども、ぜひねまた遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。よし、あれさ、あっぱれさんの日比谷野音大丈夫かな。どうなっちゃうんだろう。かっこにきポーズこれです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。あやはズボン、みんな次の配信も待ってます。よろしくお願いします。じゃあね、こういうも待ってますね。バイバイ。